こんにちは、金黒です。 AirPods Pro で現在のファームウェアアップデートのバージョンを確認する方法をご紹介します。金黒レビューチャンネル。最近のネットニュースで AirPods Pro のファームウェアアップデートのバージョンによってはノイズキャンセリングの性能が著しく低下するっていう記事が出ていました。アメリカ時間2019年12月16日に AirPods Pro と AirPods Pro 第2世代向けにファームウェアアップデートされたバージョン番号2454だとノイズキャンセリングの性能が劣るっていうことが明らかになっています。特に低音域のノイズキャンセリングの性能が劣るということなので、飛行機や電車など長時間低音が響いているような状況だとノイズキャンセリングの性能の効きが少し悪く感じると思います。 AirPods Pro や AirPods のファームウェアアップデートは特に意識することなく、一定の条件が揃えば自動的にファームウェアアップデートされるっていう風になっています。ファームウェアアップデートされる条件としては、ペアリングした iPhone が Wi-Fi に接続しているっていうことと、 AirPods、AirPods Pro とペアリングした iPhone が近くにあるっていう状態、そして AirPods が充電ケースの中に入っている状態、そして充電ケースが電源に接続されている状態、この条件が重なった状態の時に自動的にファームウェアアップデートされます。現在はノイズキャンセリングの性能の劣っているファームウェアアップデートバージョン2454は Apple からのファームウェアアップデートが中断している状況なんですけど、ご自身が使われている AirPods Pro が一体今バージョンがいくつになっているのかっていうのを知りたいっていう方結構いらっしゃると思います。今回は AirPods Pro のファームウェアアップデートのバージョンを確認する方法をご紹介します。金黒レビューチャンネル。 AirPods Pro のファームウェアアップデートを確認する方法なんですけど、まずは AirPods Pro と iPhone が近くにあってペアリングされてるっていう条件がまず必須になります。そして AirPods Pro の蓋をパカンと開けて、こういう風にペアリングしてるっていう状態が確実に分かって、かつイヤホン本体はまだケースの中に入ってるっていうところが条件になります。つまり近くにペアリングされていてイヤホン本体が入ってて、そしてまだイヤホン本体はケースの中に入ってるってことが条件になってるので、この状態になってから確認してみてください。確認方法はまずは設定のアイコンをタップして、その後一般をタップします。そして一番上の情報をタップして、ここで最初に説明した条件が揃っておけば、ちゃんとこの中に下の方に AirPods Pro というのが出てきます。ここをタップするとバージョンを確認することができます。私の場合は最新のバージョンになってなく 2B588 になっていました。ちゃんとノイズキャンセリングが効いている状態のバージョンということが分かりました。金黒レビューチャンネル。もし設定の一般の中で AirPods Pro が見つからない場合は、 Bluetooth の接続がうまくいってない可能性が高いと思うので、その時は Bluetooth の接続を見てみて、 AirPods Pro がちゃんと接続済みになっているのか、そこを確認してみてください。またたまたま私は年末年始に AirPods Pro を使わなかったこともあり、最新のファームウェアアップデートになってなく、前のバージョンのまだノイズキャンセリングがバリバリ効いている状態のバージョンだったんですけど、最新のファームウェアアップデートにもしなってた場合は次のファームウェアアップデートを待つしか今のところないんじゃないかなというふうに思いますので、早く次の最新のファームウェアアップデート出るといいなというふうに思いました。今回は AirPods Pro のファームウェアアップデートの確認方法をご紹介しました。また Apple 製品でお役に立つような情報を発信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。